皆さんこんばんこばは高橋さとしです今日はなぜビーイングを言語化するのかという理由について探ってみたいと思いますまずですねこの図の通り現実の世界ではビーイングに基づいてルーイングが生まれルーイングに基づいてハビングがあるっていう形になりますビーイングっていうのは存在ですね ドゥーイングっていうのは行動。ハビングっていうのは所有物っていうんですけども、環境とか人間関係もまたここに含まれます。そしてですね、現実のビーイングから理想の縮減化されたビーイングを作るっていうのが言語化っていうプロセスなんですね。で、この言語化っていうプロセスを引けると人間のビーイングっていうのはもうかなりでかいものなんですけども、それを、その可能性をあえて濃くして 縮減して濃くしていって、できる限り無駄なものを省いて現実のものに近づけるっていう、そういうビーングが言語化された理想的なビーングなんですね。そしてこの言語化されたビーングからル o イング、つまり理想の行動を選ぶことができる、基準ができるんですね。そこからさらにル o イングからハビングが生まれるんで、自分が手に入れたい環境や人間関係を構築することができると。 という風な流れになると思います。ただなぜビーングを言語化するのかっていうと、簡単に理由を言うと、まあこの言語化されたビーングを基準にすることができるから、言語化するっていう話です。以上、ありがとうございました。